毎週水曜のこの時間はショーンテーショーノさんによります TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテーショーノでございます。私海老蔵さん、小林真央さんご夫妻の大ファンだったんですが、奥様の小林真央さんが去る6月22日、大変残念ながら、癌のためにお亡くなりになりました。この場を借りまして、小林真央さんのご冥福をお祈りいたします。海老蔵さんには大変ご愁傷様でございます。風水の世界でも、癌が発症するパターンというのがありまして、これはまさしくパーストスタティスティックス、過去の統計なんでございます。我々風水師は土の三景、トリプルペナルティオブアースと呼んでおりまして、どういうことかと申しますと、誕生日に牛と犬と羊が揃っちゃうことがまずいんですね。牛と犬と羊でございます。小林真央さんは1982年7月21日の7時21分に生まれていらっしゃるんですが、これを風水の暦に直しますと、犬年の生まれ、羊の月の生まれ、蛇の日の生まれ、辰の刻の生まれとなります。すでにそのお誕生日には牛、犬、羊のうちの犬と羊が揃っているわけです。で、癌が発覚したのが2014年の2月。2014年の2月は3日まで牛の月、前の月の1月5日からずーっと牛の月ですから、検査前に牛、犬、羊の影響をずーっと受けていたわけです。もう我々ファンからしたら残念でなりません。なぜならこういう誕生日の方は癌になりやすいという予測がつきますから、私どもでは最初から対策をお勧めして癌を未然に防ぐ努力をしているわけです。一度でいいからお会いしたかったとかように思うわけなんです。皆様もどのような誕生日を持っていらっしゃるか、一度私どもの四柱推命でお調べになることをお勧めいたします。今月は羊の月、10月が犬の月、1月は牛の月、そして来年2018年は犬の年なんで、とても危険なんです。皆さんぜひご連絡をください。また他の有名な方の例もご紹介させていただきますね。ありがとうございました。ショーンテーショーノさんでした。ドラゴンゴッド、お問い合わせは 310-787-1891 まで。